昔々あるところに竹取りのおじいさんがいました。ある日おじいさんが山で竹を取っていると、一本の黄金に輝く竹を見つけました。ほほう、これは珍しい。どれ、切ってみようか。おじいさんが手に持ったナタでその竹を切ってみると、中には三寸ほどの小さな女の子が座っていました。おじいさんは、これは神様からの授かり物に違いないと、その小さな女の子を家に連れて帰りました。そして自分たちの娘としておばあさんと一緒に育てることにしました。女の子はかぐや姫と名付けられました。かぐや姫は3ヶ月ほどで、それはそれは美しい娘に成長しました。その噂はあっという間に都中に広まり、貴族や帝にまでも結婚を申し込まれましたが、かぐや姫はその度無理な注文をして諦めさせようとしました。その頃からかぐや姫は夜ごと月を見てはさめざめと泣くようになりました。それを見たおじいさんが事情を聞くと、私は月の都の住人です。十五夜の日に月からの使者が私を迎えに来るでしょうと打ち明けました。そのことを知った帝は、満月の夜たくさんの侍におじいさんたちの家を守らせますが、月の都の天神が現れると侍たちは全く動けなくなってしまいました。何もできずに嘆き悲しむおじいさんたちを残し、かぐや姫は天魔の引く車に乗って遥か彼方の月の世界へと旅立っていきました。